文読解にこの、ね、読むのところがあったんですけど、うん、それにどう応用できるかっていうのが接続語の4分類古、うん、代の最初の要約の問題とかは、はいはいはい、そういうふうにこうちゃんと根拠とか Hello there! 始まりました森下チャンネルです。今回はですね、いやお久しぶりでございます。はい、ご無沙汰でございます。まあ、僕のお師匠さんでしたっけ。なんで師匠なんでですかあ、ご結婚おめでとうございます。はい、ありがとうございます。5月の話なんですけど、あれでしたっけ、はい、出会い系アプリで出会ったドイツ人の方でしたっけ。そうですね、はい、それメグインさんやないかい知ってた。いや、僕大好きですからね、メグインさんのこともうずっと見てますからね。そうなんです。じゃあこの間本人に聞いたんでね、その話を、はい、なんでハーフの子供ができましたよ鼻が高くなってましたっけ。はい、はい、そうそうそういいんですか、この流れ大丈夫ですか。大丈夫です、はい、お願いします。そんなめぐみんさんなんですけども、はい、僕がねこの YouTube 最初たくみさん見て、はい、教育がドラゴンホリエ見て、それで教育系 YouTuber ってすごいみたいな形で、でも自分は授業できないしどうしようってなってる時に見つけたのがダイス TV でした。ありがとうございます。ハブっていうんですか、このセンターにこの点に置いてキャストダイスを、はい、そこのキャストダイスがコラボしてる人たちに乗っかろうみたいな感じで、いやもう全然全然乗っかっていただいてですね、もう細井先生に私はミスターディペンデンスと呼ばれるわけですねそんなですね、小橋さんがなんと本を出されたということで、ありがとうございます、ね、改正ロジカル勉強法ということですね、はい、ロジカルラーニングメソッドという形で、ね、はい、出版されましたので、ぜひぜひこちらをですね、キャストダイス TV の下貼ってありますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひぜひお願いします。読む、聞く、書く、話す、はい、4技能、あ、英語じゃないんですよ、英語でも、はい、それが勉強にどう活かせるか、あ、そうですですね、はい、が、それをロジックを通してですね、うん、っていうので、まあ、うまくまとまってるなと思うんですけども、そこのロジックの、ね、やつを英文読解にこのです、ね、読むのところがあったんですよ、うん、それにどう応用できるかっていうのをちょっと聞きたいなと。ちょっとロジカルリーディングとは違いますからね。はいはいでも近いっちゃ近いんですよ。近いですか、はい、はい、実はめちゃくちゃ近くて、文章に書いてあるもの、まあ、あの読むの中にもこの本の中に書いてあるのは文章を読むということと、あとはまあ図表ですね、グラフとか、うん、表ですね、そういうの読むの分かれてて、まあ、あくまで文章の方を英語に使うとすれば、やっぱりですね、その筆者が言いたいこと、主張の部分と、まあ、メッセージと僕は読んでるんですけど、そこと、あとはそれを支えるためのまあ根拠ですね、まあ、理由付けとか、まあ、事実とかファクトとかいろんな言い方ありますけど、まあ、そういったものにまあこう分けて読んでいくとかっていうのがこの本の中に書いてあって、それは結構英語でもそのまま使えたりとか、はい、そうですね、事実と主張の、ね、はい、この筆者で主張が分かんないとかって結構言う人多いですけど、うん、それはいい分け方というか、そうですね、主張のとこって言い方違いますからね。そうですね、まあ、やっぱり主観的なものがやっぱりその人の主張だと僕は思うので、あくまで客観的な、今日は25度ですとか明日は雨ですっていうのは、まあ、主張じゃないっていうふうに僕は思うので、うん、まあ、そういったことがまあ書いてありますね、うん、まあ、確かに旬とか入ってると注目しなさいとかって教える人いますからね。ああ、そうですね、やっぱ助動詞ってなんかこう日本語で助動詞ってあんまり意識しないですけど、英語だとまあやっぱり動詞の前にガッツリドンってつきますから、うん、まあ、分かりやすいし、まあ、僕の感覚ですけど、英語のプロではないので僕はあれですけど、やっぱり動詞を強めるためのものなんで主観的な表現が多いんじゃないかなという気はしますね、うんうんうん、まあ、全部か分かんないですけど。なるほど、はい、あとはあれが載ってました、いわゆる逆説とか、ああいうね、はい、そうですね、接続詞は、まあ、英語も当然やっぱりしっかりと注目はしなければいけなくて、まあ、一応いくつかグルーピングしてですね、表みたいにして、あの本には書いてまとめてありますけれども、で接続語の4分類ですね、うん、まあ、英語でも絶対必要だと思いますし、ね、はい、先生も授業で教えられてると思うので、うん、そういった部分はね、絶対皆さんも使ってほしいと思いますね。そうですね、でメッセージを捉えることができればね、文章の要旨を把握するスピードが速くなる。そうですね、だからそれこそ本当に実践的なことを言うと、東大の最初の要約の問題とかは、はいはいはい、そういうふうにこうちゃんと根拠とか肉付けの部分と筆者の主張っていうのをきちんとこう整理することができれば、多分だいぶ早く読めると思うんですよね、うん、東大の問題とかも多分繰り返し結構同じこと言ってる場合もあるので、同じことに対する例を2個書いてあるとか、まさに今言ったように、そう主張の部分と、そして論理ですね、論理の部分ですね、この逆説とかっていうところをうまく示して回答を作る問題なんで、うん、はい、だからそれを読んでて、あ、これ東大の問題とかにも使えるなと思ったんですけども、うんうん、
読んでて前に書いてあったことが分かんなくなっちゃった。ああ、なるほど。そういうのも、あ、まさに論理的に読めてないんだなっていう典型だと思うんですよね。うんうんうん、そうですね。基本的に今この本ではロジックとは、まあ、ストラクチャーロジックとストーリーロジックのことですっていうふうに定義をしてるんですけど、ストラクチャーっていうのは、まあ、いわゆるピラミッド構造でこう分解をしていくような形のものです。で、ストーリーっていうのがこう順序立てていくものなんですけれども、まあ、おおよそまあこちらのどちらかで整理をしていけば、例えば入試に出るような内容の複雑さであれば、大体処理できることが多いですね。はい、ストーリーロジックですね。はい、これはまあ順序立てていくものなので、まあ、こういう、こう構造化ができるっていうものと、はい、あとはまあ構造化、ストラクチャーですね。まあ、こうちょっと映ってるか分かんないですけど、こういうまあ2つ、ロジックといったらまあこの2つをちょっと、どっちかで処理する、もしくは例えば分解する中の1個がさらにこう順序でなるとかっていうのもありえるんで、まあ、ちょっとこれ難しくなるんであんまり本には書いてないですけども、はい、まあ、大きくどっちかで分類はできるよと。だからこっちだったらまあ天気予報雨だったから傘持っていきましょうみたいな話とか、まあ、卵の結論があったら、まあ、黄身と白身と殻に分かれますよねみたいな、なんかそういうことを書いてます本の中に、うん、これ読解で何かあります？例として出せるの。でも予備校の先生に、なるべきではないと、例えば言いたいとするのであれば、例えばこれを筆者としては、3つぐらいの理由を立てて書くわけじゃないですか。例えばなんかこう、責任感が大変だとか、お金が良くないとか、わかんないですけど、なんか保証がないとかって、こういうこと、論理だって書くんですけど、ただ実際の読解だと別にいきなりこうだからこうだからこうだからこうですよねと書かないわけで、例えばこう入りだったらですね、一般的には何とかでどうのこうのでなんとかであるみたいな順序立っててこういう風になってる。なるほど。例えば昔はなんか年収何千万プレイヤー、1億円プレイヤーいっぱいいたけれども、最近は少子化のね影響で生徒が減ったりとか、まあ、予備校としてもちょっとこう緊縮財政になっているから、だからまあお金があまり良くないんです、うん、結論があって、まあここにじゃあ1個目の理由があってみたいな、でこっちはこっちでまたこうなんか分かんないけど理由はいくつかぶら下がって A で B で C、 この3つの要素があってこの理由が導き出されてとか。なるほど、はい、こういうやっぱ大元のですね、こういうものを見えるようにして、ね、読んでいくっていうのは、はい、結構重要なんじゃないかな。そうですね、やっぱ細かい部分にばっかり見えちゃう人本当に多いのでね。そうですね、だからでも細かい、例えば文と文のつながりとかを把握するなら、まあ、その接続詞とかを見ていくといいのかなと。例えばって入ってたらもう次来るのは例ですから、例だと思って読まなきゃいけないですし、しかしって入ったら主張が来るとは限らないですけれども、主張が来る可能性もありますし、一旦断ち切ってるんで前とは一旦別の何かが来るはずなんで、単純にこうつなげられるものじゃないぞってことが意識できたりとかっていうのがありますので、まあ、そういったことをぜひね使っていただければと思います。なるほど。社会人だったり大学生だったりも見ていてほしいんですけども、見てるか分かんないですけども、はい、そういった方々にですね、何かメッセージをいただければ。あ、そうですね。じゃあ最後、じゃあまあ改正流ってことに話を及ばせようかと思うんですけれども、はい、まあ、僕自身がまあ改正高校出身だったのと、あとはまあ単純に出版社の意向で改正流でついたんで、別に改正にこだわった内容ではないです。それはもう本の中でも書いてるんですけれども、ただやっぱり僕がですね、じゃあ改正高校の弁論部にね所属しておりまして、やっぱりそこでやっぱこういうロジックの根本っていうのを知って、でロジカルシンキングとかも4技能を使った勉強法に目覚めるきっかけになったものなので、あまりこう僕今回のこの本の中で自伝的なことあんま書いてないじゃないですか。うん、そうですね、よくこう勉強法の本って、いや僕は昔勉強できなかったですけど、はいはい、だんだ ん, なんか何かのきっかけで変わって東大に受かりましたみたいな、まあ、まあはいはい、自慢本みたいなビリギャルディスりました今あれはだって自分で受かった人が書いてるわけじゃないじゃないですか。まあまあいいんですけど、どうでもいいんですけど、あのビリギャルとですね、あの同じ方にこの表紙を、ビリギャル あのデザイナーの方と同じデザイナーの方らら、はい、たまたま話題になりましたのでビリオジになるんですか。ビリオジではないですね、それはまあ細井先生なんで、はい、別に細井先生がビリオジではないですけどね細井先生がビリオジそうそう、じゃではないです。皆さんもですね、何かこうきっかけとなってこの本が勉強のやり方に目覚めたりとか、まあ別になんかこの本だけで人生変わるってことないかもしれないですけど、まあ一個でもなんか使えるものがあれば、まあ、一応本なんで、まあ、約1500円ぐらいしちゃいますけども、まあ、皆さんのこう長い、ね、先の人生を考えれば、あの全然回収できるものなんじゃないかなと思います。はい、本日は
キャスター TV の小橋さんにおいでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.